ゲオルク・ホントラップ、ゲオルク・ルート・ビヒ・ホントラップ、ゲオルグ・ルート・ビヒ・ホントラップ、1880年四月四日から千九百四十七年五月三十日は、オーストリアイコール、ハンガリー帝国海軍の軍人、貴族、騎士。軍人としての最終階級は、オーストリアイコール・ハンガリー帝国海軍少佐。第一次世界大戦に潜水艦艦長として従軍し、 オーストリア海軍の国民的英雄となる。1927年、マリア・クチェラと結婚し、亡くなった前妻屋ガーテの子供たちとマリーアの子供たちで、トラップファミリーが商談を結成して有名になる。この実話をもとに作られたのが、ミュージカル、映画、サウンド・オブ・ミュージックである。姉は、有言としティール作家のヘーデ・フォントラップ、ゲオルク・フォントラップは、 1880年、現在のクロアチア西部の海辺にある都市ザダル、ザダルで生まれ育つ。父アウグストは、オーストリア海軍中佐で1876年に、騎士に助せられたが、1884年、ゲオルクが4歳の時に、チフスで亡くなった。一家はしばらくトリエステに住み、後に、オーストリア海軍基地がある、イストリア半島のプーラに移住した。 1894年に海軍兵学校に入学し、4年後の1898年に卒業して海兵隊将位に任官する。1900年に防護巡洋艦、前他に配属となり、新で起こった義和団の乱に前田から海兵隊として重視、勇猛勲章を受訓した。1908年、公海化に転化し、潜水艦隊に配属される。 1911年1月、アガーテ・ホワイト・ヘッドと結婚する。彼女は、巨雷の発明物で冬夢に会社を構えていた、イギリス人技術者、ロバート・ホワイト・ヘッドの孫であり、くしくも1910年に、ゲオルクが初めて艦長となった、心臓潜水艦、アガーテ号の命名の元ととなった女性である。二人はプーラに屋敷を建てて住み、11月、長男、ルーペルトが、 1913年3月、長女アガーテ、妻にちなんだ命名が誕生。1914年7月28日、第一次世界大戦が勃発。ゲオルクは、魚雷五54号の艦長に任命され、プーラからの一般市民の退去が始まると、家族は、オーストリアのザルツブルク州ツェルアム勢にある屋敷で、暮らす。同年に、次女マリア・フランチスカ、翌年に、 次男、ウェルナー、同年に戦死した弟にちなむ、1917年に、三女兵頭育、標準語で兵頭比ヒ、母兵頭育ウェプラー、ヘドウィングウェプラーにちなむが誕生する。1915年に潜水艦 U-5 の艦長に転任し、フランスの総工巡洋艦、レオン・ガンベタ、イタリアの潜水艦、ネリーデを撃沈する。1916年、 艦長に転任し、1918年、U ボート基地指揮官として、カッタロに転任。11月11日、第1次世界大戦終結を迎える、オーストリアは、第1共和国となる。この官章戦も12隻、45,668、相当沈め、オーストリア海軍の英雄として、マリア・テレジア軍事勲章騎士十字章、レオポルト勲章騎士十字章、 プロイセンの一級鉄十字章をはじめ、オットーセン交渉やカールユーモ網章等をドイツ両方の勲章も受章し、騎士に除せられた。第一次世界大戦の終了に伴いオーストリアは海に面した領土を失ったため、海軍は大幅に縮小されることとなった。テオルクは1919 19年に海軍を退役し、その後はドナウ川沿岸の水運会社を共同設立した。 同年に四女ヨハンナ、妹ニチナムが、ゼルアムゼで、1921年には五女、マルティーナが、クロスターノイブルクで誕生する、当時の住居マルインスシュレッセル、マーティッシュロースセルニチナム。1922年、妻アガーテ・フォントラップが、長女アガーテの症候熱の看病をした直後、同じ病気にかかり32歳で死去する。1925年に、トラップ一家は、 ザルツブルク郊外のアイゲンにあるトラウン通り34番地、ゲンゲオルクフォントラップ通りに引っ越す。1926年10月、学校を病気で休みがちだった次女マリーア・フランツィスカと幼い四女ヨハンナのために、ノンベルク修道院に家庭教師の派遣を依頼し、マリーア・ウグスタクチェラが修道院長の勧めに従い9ヶ月間の予定でトラップ家に住み込む。 1927年6月、ゲオルクはマリーア・アウグスタに求婚し、11月にノンベルク修道院で結婚式を挙げる。この時ゲオルクは47歳、マリーア22歳。子供たちは、長男ルーペルト16歳、長女アガーテ14歳、次女マリーア・フランツィスカ13歳、次男ウェルナー12歳、三女、ヘイトウイク10歳、四女ヨハンナ8歳。 五女マルティーナ六歳であった。やがて、マリアとの間にも1929年に六、ジョローズマリー、1931年、七ジョエレオノーレ、1939年、三男ヨーハネスの一男児女が生まれ、十二人の大家族になる。1933年、オーストリアを襲った金融恐慌によって、ピンチに陥っていた防災アガーテの兄弟、フランカ・ホワイトヘッド。 フランク・ホワイトヘッドが創立に名を連ねる友人、アウグステラマーの銀を救うべく、ゲオルクは、イギリスの銀行に預けていた防災の遺産をも含めた、財産のほとんどをその銀行に投入した。しかし、結局銀行は倒産し、フォントラップ家は破産してしまった。すっかり意気消沈してしまったゲオルクに代わり、マリーアは、貴族のプライドを捨てて、フォントラップ邸の空き部屋を、 新学生に貸し出し、さらにそれまで家族の手慰みであった歌を各地の催しで必死収入にしていこうと思い立つ。幸い、ザルツブルク大師教座から派遣されてきた宿舎付き、神父フランツバスナーはかつてローマで教会音楽を学び、グレゴリオ聖歌に精通しており、やがて兄弟姉妹の歌の指導、編曲をするようになり、後にはフォントラップ家の財産管理も行うようになった。 その後、イベントで彼らの歌声を聴いたソプラノ歌手ロッテ、レーマンの紹介で135年のザルツブルク音楽祭に参加し、神父の式で兄弟姉妹と母親で歌い優勝。以降、この合唱団はオーストリアで人気となり、やがて一家はヨーロッパ全域をめぐり、トラップ室内聖歌隊という名前でコンサートツアーを行うようになる。1938年、オーストリアが、 ナチス政権下のドイツと併合、アンシュルスする。オーストリア全土にドイツ軍の進駐が進み、完全にドイツの下に組み込まれたが、ゲオルクはナチスの旗を家に飾ることを拒否し、ドイツ海軍省からの召集も拒否した。また、アドルフ・ヒトラーの誕生日に、ミュンヘンで行われるパーティーで、一家が祝福の歌を歌うことを要求され激怒しつつも、これ以上ドイツに抵抗すれば、 家族に危険が伴うことを恐れ、一家でオーストリアを離れることにした。アメリカ合衆国のエージェントから講演の依頼を受けていたこともあり、一家と行動を共にすることに決めたバスがー神父と共に汽車を乗り継いで、イタリア、スイス、フランス、イギリスへと渡り、サウサンプトンからアメリカへ向けて出港した。アメリカでのビザが切れると、再び一家は北欧へ渡り、 そこでもコンサートを行って、第二次世界大戦勃発直後の1939年10月にニューヨークへ渡った。1941年、バーモント州、ストーの農場を買い取り、ザルツブルク風のロッジを建てる。1942年、ルーペルトとエルナーは兵役に志願し、イタリア戦線に従軍、後年無事に復員する。1943年、 アメリカの市民権を申請する。1947年、第二次世界大戦後のオーストリアの人々の救助を知り、トラップファミリーオーストリア救援隊を設立して、救援活動を始める。一家は、西海岸へ、コンサートツアーに出かけるが、コンサートツアーの途中でゲオルクは、ニューヨークの病院に入院した。その後、ストーの家に戻って生養をするが、 1947年に肺がんのためストーで67歳で死去した。一家は1948年に合衆国市民権を取得した。トラップ一家は映画やミュージカルで世界的に有名になったが、実際の家族は父、ゲオルクの現実とかけ離れた描かれ方に対して不満を持っており、映画に対して冷めた見方をしているという。映画、菩提樹。 サウンド・オブ・ミュージックでのゲオルクは厳しい父親として描かれているが、実際にはとても優しい人格者だったので、フィクションでの描かれ方に不満を持った妻、マー・アウグスタは、各々のの映画制作途中で脚本を直すように、映画会社に要求したが、すげなく断られた。また、オーストリア海軍の潜水艦艦長で、マリア・テレジア勲章騎士十字章を受訓した同僚の、 ヘルマン・リジー・デ・タイイは晩年、養老院で上映されたサウンド・オブ・ミュージックを見て、かつての親友トラップ少佐が苔にされていると激怒したとされる。また、ゲオルクの最終階級は、少佐、コルベテン・カピテンであるが、ミュージカル映画サウンド・オブ・ミュージックなどでは、退散の設定である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。